女子日本代表、なでしこジャパン、ノエムエフクジの青葉、19イコール日テレ東京 V2、欧米クラブが獲得に乗り出している。複数の関係者によると、イングランド女子スーパーリーグのエバートンや米女子プロリーグのワシントンスピリッツなどがリストアップ。今後は強豪クラブも参戦する争奪戦となりそうだ。初出場だった W 杯では前後試合に出場。 うち4試合で先発し、切れ味鋭いドリブルと強烈なシュートで会場を沸かせた。1次リーグ第2戦コスタリカ戦では、男女通じて日本の史上最年少記録となる19歳180日でのゴールを決めて、世界に衝撃を与えた。帰国後に取材に応じた際には、行けるならすぐに行きたい気持ちはある、と海外挑戦に意欲を見せた一方で、 日本でレベルを高めてからでないと出場時間を確保できないと冷静に分析している。また、下部組織にも所属した日テレ東京 V への愛着も強い。w リーグでは21から22年、22から23年シーズンと2期連続で3位。海外移籍は愛するクラブで初優勝してからという気持ちもあるという。なでしこジャパン、の m F ・富士の青葉 19イコール日テレ東京 v に欧米クラブが獲得に乗り出している。複数の関係者によると、イングランド女子スーパーリーグのエバートンや米女子プロリーグのワシントンスピリッツなどがリストアップ。今後は競合クラブも参戦する争奪戦となりそうだ。初出場だった W 杯では前後試合に出場。うち4試合で先発し、 切れ味鋭いドリブルと強烈なシュートで会場を沸かせた。1次リーグ第2戦コスタリカ戦では、男女通じて日本の史上最年少記録となる19歳180日でのゴールを決めて、世界に衝撃を与えた。帰国後に取材に応じた際には、行けるならすぐに行きたい気持ちはある、と海外挑戦に意欲を見せた一方で、日本でレベルを高めてからでないと出場時間を確保できない。 と冷静に分析している。また、下部組織にも所属した日テレ東京 V への愛着も強い。w ーリーグでは21から22年、22から23年シーズンと2期連続で3位。海外移籍は愛するクラブで初優勝してからという気持ちもあるという。